岡県では昨日新たに589人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました。前の週の同じ曜日を12日連続で下回っています。福岡県によりますと、新規感染者の内訳は福岡市で200人、北九州市で83人、久留米市で27人、その他の地域で279人です。福岡県では1週間前の日曜日から368人減り、12日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。粕屋郡粕屋町の保育園森の木子ども園ではクラスターが発生しています。昨日までに児童・園児ら33人と職員3人の合わせて36人の陽性が確認されています。他にも久留米市や古河市の保育園でもクラスターが発生していて、マスクの着用が難しい小さな子どもへの感染が広がっています。一方、北九州市では新規陽性者が累計で1万人を超え、強い危機感を持って感染対策に取り組むよう呼びかけています。